にちは、みっほです。3日間三島にいて家を空けていたので、今日は掃除から1日が始まりました。その後でイラストレーターの授業をパソコンで受けたんですけれども、腰が痛くて座っているのが辛かったので、久しぶりに机を高くして動きながら授業を受けています。こういう時にスタンディングデスクっていうのはありがたいなって思いました。この後やっぱり腰が辛かったので整骨院に行ってきました。ストレッチをしてもらったり、足をマッサージしてもらったりしました。そうしましたらだいぶ痛いのが収まって楽になりました。このまま痛いままだったらどうしようと思っていたので、楽になったことで気持ちが軽くなりました。先生がこの時期は腰を痛める人が多いんですよってお話をしてくださって、そうか、辛いのは私だけじゃないんだなと思ったら、なんというか一緒に頑張ろうという気持ちになりました。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。